さんどうもこんにちは、ワンディアンドユーポンです。はい、今回ですね、ユーポンのコスメを収納している場所を紹介します。場所っていうか、まあ引き出しの中とかにコスメ入れてるので、その中を紹介しようかなって思ってます。でね、コスメ入れてるところがこっちとこっちにあるんですよ。まあ主にこっちはなんかお風呂上がりに化粧水つけたり鏡見て整えたりする場所なんですけども、こっちはリップ系とかアイシャドウとかチークとか入れてます。どっちから紹介する？こっち？こっち？こっち。 OK、 じゃあこっち行きましょう。ちょっとね、ここね、ボックスのところに置いてるんですよ。なのでちょっと暗いかもしれないんですけども、紹介していきます。まずこっちには 3CE のファンデーション、肌が荒れるのでミシャを使ってます。あとね、ちょっとポーチからも取り出しました。なんか少ないから全部ポーチに入れてるから、ほぼほぼで、これが、ま、夏に使うものです。ディズニーストアで買った。やっぱ汗かくと臭いじゃん、汗の匂いが。だからこれを腕とかにつけて、臭くないんですよって豪華してます。で、これがやっぱ夏って肌出すと思うんですけども、それにね、キラキラをつけてます。最近はもう夏じゃないからつけてない。で、これが服が無臭の時とかあるじゃん、それの時にプラザで買ったこれをつけてます。で、後ろにはディズニーストアで買ったラプンツェルのミストとアリスのミストをここに収納してます。で、これがカラコンです。全然最近つけてないけど、緑色のカラコンを入れてます。前動画で紹介したので、よかったら見てみてください。で、これゲンガ、なぜかゲンガで、ここに 3C の福袋に入ってたウォーターミストを置いてます。で、ここには入らなかったパックたちを入れてます。じゃあリップ紹介します。倒れないのがみんな、ほら。はい、じゃあリップを紹介します。まずこの一番前にエクセルのリップを入れてます。これつけてる今で、イブサンローランを入れてます。で、これはなんか雑貨屋さんで買ったんですけども、去年買ったこの透明のリップです。で、あとこれはキャンメイク、視聴者さんからいただきました。で、あとはこう薬用リップ、これね、全然荒れないんですよ。ママポンおすすめで、ここにこちらはケイトのリップクリームです。ほんのり色がつきます。で、あとはこれ38度のリップと 3CE のベベカラーリップバームを入れてます。これ本当にね、おすすめで、後ろ行きますね。これはディズニーストアで買ったチシャ猫のリップグロスで、これはなんかリップクレヨンってやつで、これ 3CE、 これは、あ、これも 3CE だ、奥が見えない。で、これ 3CE のグロスと、これケイトのグロス、あとこれティントを入れてます。ティントのこうちっちゃいものもなんかついてるので一応入れてます。かわいいよね、これ。この 3CE は福袋で入ってたリップと、これは真っ赤なリップ、これは視聴者さんからいただいたケイトのリップです。これも視聴者さんからいただいたケイトのリップで、これはなんかキディランドで購入したグロスです。はい、リップ以上です。ここにはこれピカチュウを飾ってます。なんかこれ可愛いから置く場所なかったし。で、あとこれが 3CE のホワイトクリームです。これ美白になるので、これがコンタクト。もうね、コンタクト慣れっこよ。前はもう全然入んなかったのに。で、次は引き出しを紹介します。まず1段目にはアイシャドウ系を入れてます。チークも入ってるけど、これはダイソーで買ったアイシャドウのピンクで、これ 3CE のアイシャドウ、これはね、目の下につけてます。続いてこのエクセル、これね、すっごいキラキラしてて夏とかにおすすめです。で、その下にこれキャンメイクのアイシャドウです。このね、2個持ってたんですけど、もう1個が全部ボロボロになっちゃって使えなくなりました。で、これが涙袋キャンメイク、これアイシャドウじゃなくてリップクリームなんですけど、入んなかったのでここに入れてます。で、これもアイシャドウ、すごいキラキラしてる。で、このオレンジがおすすめで、ここにはキャンメイクのチークとエクセルのアイシャドウで、これすごいおすすめなの。キスっていうものでアイカラー、このオレンジとピンクがすごくおすすめです。色が綺麗で、あとはキャンメイクのハイライター。はい、続いて2段目いきます。2段目はパックを入れてます。ここにね、入らなかったパックたちはここに置いてるんですけど、この中に入ってるパックたちは無事に入ったパックたちですめっちゃパックたち言ってる。は
はい、これは視聴者さんからいただいたパックです。で、これはほっぺにつけるパックなんですけど、これ前に買ってるものなので使えるかわかんない。で、これは唇につけるパックです。で、これも視聴者さんからいただいたポムポムちゃんのパック。で、これも視聴者さんからいただいた、かわいいよね、桃のパックで、何なんでしょうこれは。パック、あ、保湿されるパックですね。続いてはこの3段目、ここには下地クリーム系を入れてます。この2つの下地すごくおすすめです。なんか恋肌っていう下地なんですけども、キャンディードールっていう下地です。この下地クリームハイライトも入ってるので、もう便利なんですよこれ。で、そして次にこれ、これ毎日使ってます。この下地は毛穴パテ職人っていう、毛穴じゃねえ、下地クリームです。で、これがダイソーで買った、結構ユーポンのほっぺって赤みがすごいんですよ。なのでグリーンのやつを買って一回やったんですけども、意味がないと。で、これが 3C の福袋に入ってたチークです。でもこのグリーンがダメだったのでこれを買いました。これはね、ちゃんと赤みが消えます、おすすめ。続いては4段目、ポーチの中に入ったものも全部入れてるので結構無理やり入れました。ラプンツェルのマルチパレットと 3C のコンシーラーと、で、これがマスカラとアイラインを入れてます。続いて5段目、5段目はマニキュア系を入れてます。なんか使うか使わないかわかんないんですけど、なんとなく入れてます。なにこれ、オオサンショウウオ入ってんだけど、オオサンショウウオの消しゴム入ってた。で、最後に6段目、これはまだ使ってない残りのカラコンとアダプターを入れてます。だとはスマホケース、よくわかんないけど入れてます。はい、心ねコスメの収納は以上です。じゃ次こっち行きましょう。はい、次にここを紹介します。これはユーポンのタンスの上に収納してます。これはいつも使ってるポーチとぬいぐるみを置いてます。だからね、みんながナメコの顔を見たいって言うから置いといた。で、早速紹介していきます。で、ここにサンキューマートで買った鏡と、その後ろに 3C の福袋に入ってたポーチです。何も入れてない。で、あとこれ髪を留めるピン、ここにカビゴンとラプンツェルの小物を置いてます。で、あとはニベア、足がねカサカサになるんですよ、なんで置いてます。で、その後ろに今は必要ないんですけど日焼け止めを置いてます。で、あとは化粧水で石器水を使ってます。これ本当にニキビ出ないからね、おすすめです。本当にね、化粧水つけてない時はニキビがすごかったんですよ。で、この石器水使ってからニキビが荒れなくなりました。赤みは消えないけどね。で、ここがピンセットを入れてます。で、下に鏡ね、ここ4つあるんですよ。このラプンツェルのティアラの下にパンパカパンツの鏡を置いてます。で、ここにはマニキュアとビューラーとゴムとピン止めを入れてます。これは視聴者さんからいただいたカゴです。クマさんの足邪魔だな、どうしよう、クマの足邪魔なんだけど、これ、あ、次ナメコの頭邪魔。で、ここには海遊館でゲットしたジンベエザメのキャップです。で、ここにピカチュウのケツと、あとはこれね、除菌のジェルを置いてます。で、あとはハンドクリームと、これ、ね、産毛剃りやっぱね、顔に毛生えてるので、そのために毛剃りを入れてます。あの、産毛ですね、ヒゲじゃないんですよ、産毛。で、くしとブラシと、またこれ鏡で、こっち側にロレッタのオイルと、ロレッタのナイトケアクリームで、なんか寝癖をつきにくくするクリームなんですけども、いや、寝癖つきますよ。で、これは視聴者さんからいただいたラプンツェルのバブルバスってものです。可愛いので飾ってます。上には缶バッジとかキーホルダーとかつけてます。はい、ということで今回はこの中に売りたいと思います。カビゴンど真ん中ですね、なんかユーポンはこのようにコスメを収納してました。それね、魅力的ではなかったかな、なめことが置いちゃってるしで、ね、まあこれからね、もっと可愛いコスメ収納になったらいいなって思ってます。もしよかったらね、ユーポンのコスメ収納参考にしてみてください。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、NightLove、Musical.ly の方もではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、NightLove、Musical.ly の方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。